SNS 等ですごい話題になってる S ラボさんの、スクレーパーをちょっと紹介しようかなと思います。今ねちょうど届いてこれから開封します。この S ラボのスクレーパーちょっと早速開けたいと思います。すごいねインスタ等とか YouTube 等の SNS ですごい話題になってるスクレーパーみたいでちょっと気になったのでエクストリームでも販売開始することになりました。おーすげー、え、すごいね。ちょっと見せてます。あ、すごい、なんかカーボンスクレーパーみたいで中にカーボンが入ってるみたいなんですけど結構しなる。え、あ、てかすごいね。これが通常のスクレーパーが結構このガリウムとかのこういうやつとか、こちら、これね、エクストリーム、ちょっと汚いですけど、エクストリームオリジナルスクレーパー。これは販売してないんで、これね結構調子良かったんですよ。調子良くてこう結構使ってたんですけど、今回はこの S ラボのスクレーパーと、まあ、エクストリームだったり、このガリウムとかよく使われてるスクレーパーでちょっといろいろ試したいなと思います。ちょっとこれはもう新品なので、これちょっと一回研ぎながら、え、スクレーパーシャープナー、これめっちゃ便利です。角が立ってきたので、実際この板で削って比較していきたいと思います。じゃあ早速削ります。最初じゃあ普通のこっちからいきたいと思います。おお。結構削れる。削れますね。じゃあ次に、これこんぐらい削れましたよっていうね。あれで、こっち次、S ラボの、こっちのスクレーパーいきたいと思います。お、やばい！やばい！一気にいく量がすごい。結構、ああ、すごい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 。てかめっちゃ綺麗にいくやん。めっちゃ綺麗。え、すごいね。結構他のスクレーパーってちょっともうここ、え、すごい剥がれる量に一気に剥がれるわ。スクレーパーってこうね、こうボロボロになっちゃうんですけど、こっちの S ラボのやつだとこうピーって見、わかるわかる。こう綺麗にバラバラになんないからゴミ箱にもすごい入れやすい。散らかんないね。他のスクレーパーと違って、こっちとかほら見てこれ。こっちバラバラになっちゃうんだけど、これもうこういう風に一枚の紙みたいな感じになってますね。ちょっと一回これゴミに捨てます。こっちが普通のスクレーパーでやると結構ボロボロになるじゃんこれね。でも S ラボのスクレーパー、カーボンスクレーパーだとこう線になるの、綺麗に。こっちだと結構バラバラになってるけど、これ線だから多分すごい綺麗になると思う。じゃあちょっと S ラボのやつで全部落としてみようかな。あ、やばいね。やばいやばい。普通にすごいわ。え、ブラシいらないんじゃね？これブラシいらない説あります。それもここにゴミもつかないからめっちゃいいですね。綺麗に落ちるし。あ、すごい。すごいですよこれ。
結構ね、このワックス剥がすっていうこの作業が一番めんどくさいんですよ、実は。なんで、結構スクレーパーするの嫌な人とか絶対いると思います。自分、あんまり好きじゃないんですよ、これ。ほんと大変なんで。でもすごい、これだったら一発でいけるから、時間も短縮されるし、すごいいいですね。エスラボワックスのこの今流行りのスクレーパーで今剥がしてみたんですけど、率直な感想は本当にお世辞なしでやばいスクレーパーかなと思います。今まではずっとこのプラスチックのスクレーパーで頑張ってやってたんですけど、なんかこのエスラボワックスさんのスクレーパーはカーボングラファイトされてて、カーボングラファイトでできてるんでちょっと固めなんですけど、すごい削りやすい。なんかあんまり、本当に今届いたばっかなんで、詳しいことわかんないんですけど、これエクストリームでも販売するんで、ぜひ。値段は1800円プラス税。なんで、ちょっと他のスクレーパーよりかは値段高いんですけど、その価値はあります。なんかね、今調べたら結構長持ちするので、これですと、スクレーパーシャープナーあれば、結構もうずっと使えるかなと思います。で、ちっちゃいから、結構バックパックにも入れられるし、スキー場で剥がすときにもすごいいいかなと思います。そんな感じですね。これめっちゃいいです。おまけなんですけど、せっかくこのワックスのお話をしたので、今回はですね、最近エクストリームで導入したワックスフューチャーをせっかく剥がしたので、またこの板にワックスフューチャーしていこうかなと思います。ワックスフューチャーは、結構短めの動画でね、アップしたんですけど、赤外線で入れるマシンになります。でこの機械めっちゃ高くて、でこれ自動で入れてくれるんで、均一でねワックスを入れてくれる。で浸透率がアイロンで入れるよりも全然桁違い。もうめっちゃ滑るしめっちゃ入ります。特に国産ボードとかはすごい入るので、それをちょっと最後に皆さんにお見せしようかなと思います。こういう国産ボード系のブラックソールとかはめっちゃ入っていきますね。し、結構綺麗に伸びてくれるんで、エスラボのスクレーパー使えばめっちゃ綺麗に剥がせます。これ、全然エクストリームで随時受付してるサービスになるので、値段は3300円から、になります。というわけでですね、今回は、このエスラボワックスさんから出した最強のスクレーパーを紹介してみました。このスクレーパーマジやばいね。これ、一つ買うのは結構マストかもしれないです。結構コンパクトだからスキー場にも持っていけるし、結構家でやるときもすごい、いいアイテムになってますので、ぜひエクストリームに来てゲットしてみてはいかがでしょうか。このワックスフューチャーのサービスも、1工程3300円からやってますので、ぜひやってみてはどうでしょうか。これで塗った後にこれでもパーいっちゃえばもう一発で剥がせるから、スクレーパーが嫌いな人には絶対持ってた方がいいと思います。じゃあそんな感じで今日のエクストリーム YouTube チャンネル終わりにしようと思います。よかったら高評価と、あとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。じゃあまた次の動画で。